でしょ。だってトミーちゃん、だって光っていうのは実は止まったら消えるの。移動するときだけ光るから、光止まったら消えない。で死ぬのっていうか、その光の素粒子である光子っていうのは動かないと光らない。ていうかその周波数っていうのが動いてるでしょ。周波数が光って見えるタイプの素粒子を光子っていうの。周波数が音に聞こえるタイプの素粒子は、なんて言ったかな、忘れちゃった。名前はついてんの。まあ、音の波動っていうか、まあ、まあ、音子、教子かな。で、電子が一番大きい素粒子なんですけど、量子も、その電子の電気っていう概念ができる前の電子っぽいのね。量子って。それは陰陽しか移動できない電子。つまり0と1しかない電子。実際の電子は0と1を基本としながらも、2種類のどっちかの選択肢ができないよっていうような動きじゃないの。だいぶ進化した量子が電子ってことね。まあ、トライとして、そのまあ量子と電子の間に音や光などもあんねん。それが光子。まあ、音は、まあ、音波。音波子って言うたらいいかな、それやったらね。動かないと音波って言えんから。動いてないときは音じゃないし、動かんと音になれんから。でも、光子も動いてないとき、闇子、暗子って言わへんの。で、音の波動も動いてるときは音波だけど、動いてないときは、なんちゅうか、静止と暗子、静止。静止がそうするも、点、え給付の状態にさ、動いてない音波って。給付の状態。あれも素粒子の音もね。じゃあ、移動してない、停止した状態の光、消えるんじゃなくて見えへん。光じゃない。また光じゃないから、光の差異は持たない。例えば光が、何かに火をつける。じりじりと。そしたら、止まってるときはその機能をなくす。例えば光が当たって痛い？光の種類によってね。なんでかって言ったら、光が痛いタイプの部分もあんねん。肉体には。そういう部分がなかったら、物質じゃないし。でしょ？光が苦手な部分はあるねん。生物は持ってんねん。それどこにあるかって言ったら、皮膚の下にある。そういうふうにね。そこに光が当たれへんけど、普通。でも、透過することあるよ。でも、透過したらもう見えへんから光らへん。中で光の状態でいようと思ったら、強力な、その、レーザー。っていう形じゃないと無理でしょ。レーザーなら通れん。光は、じゃあ完全に跳ね返されてますかって、そんなことはない。こういう、肌色を構成するとか、と服のこういう色を構成する色素以外の波長の光は通ってるから通られへん光だけ見えるわけやったっけ。あ、逆か、どっちだったっけ。これの反対色が通られへん。勉強していて。そのどっちかやから。でしょ。完全に通らないわけじゃないけど。いや、不完全な光。だって光っていうのは全色揃ってるから白に。だから、体内に入ったらもう白くはないってことね、光は。実はね。で、白紙の場合はほとんど通しちゃうんじゃないですか。だから、癌にもなりやすいし、皮膚が。で、免疫性も弱いわけ。光が通りやすいから、免疫性弱い。っていうのは、その発光が光と関係ないからね。関係ないですから。その、光の差じゃないし、いわゆる金属的なものでもないし、どうやったらやろう。熱は出るけど、火は使えないんですよ、発光が原因で。それは蒸留ですね。だから分解するにでも食べて分解するね。化学反応は結構食べると消化。消化することを発酵っていう。実は。バクテリアが消化するのはそれは発酵っていうんだけど、人間の体内にはバクテリアがおるから消化できる。発酵することができる。お腹にね。バクテリアおらんかったら消化できへん。人間の腸っていうのは、そのバクテリアをお招きして食堂にしてんの。で、腸の中でバクテリアが食べてくれてんの。バクテリアが食べてくれないと、うちらは吸収、代謝できへん。消化できへんの、実は。
だから、あらかじめ発酵してるものを食べたら、めっちゃ有利なお腹に。だから、それ続けたら、顔に。まあ、発酵物ばっかり食べるのも、ほどほどにはせなあかんけど。それは、ハーブとかもさ、ハーブばっかり使ってたら、発酵の反対があるけど。でも、発酵とハーブ協力する。でも、ハーブの方も使いすぎたら、顔に。うちはハーブ、うちの家はハーブ全然使わん日もあるよ。顔にならないように気をつけて。ね。で、まあ、光の話もあるけど、光っていうのは、前から言ってるよ。大阪時代から。よくアップしてたやろ、こういった内容はね。で、まあ、アカウントが消えてるからね。また改めて言っただけ。で、光は停止してるときは光の威力失うわけ。で、またその跳ね返した色が見えてるはずやから、だから跳ね返した色はこの中に入られへん。この肌色を構成する色素が跳ね返してるから、この、まあ、がっくり言えば、肌色は入られへん。肌色の奥に行かれへん。跳ね返してるから肌色。だからあなた方に、うちにも肌色が見えるわけ、ね。これは青色を跳ね返してるから、うちにもあなた方にも青色として見えるでしょ。いないでしょ、大脳の構造って。じゃあ、他の生き物の脳は違う色に見えるってことは理解できるでしょ。やっと理解できたでしょ。ね。じゃあ、思ってた攻撃と違うけど、まあ、結果からその、物質ができるよね。どういう効果があったのか。こっちはこういうふうに科学的に考えてるか。その分析が始まったらこっちもやったら有利になってしまう。で、みんなのは、一生懸命分析しようとしても、所詮、文系的な分析。まあ、データ処理に過ぎなくなってしまう。こっちを原理してるから、どんどん仕掛けれるわけね。術を壊す。その違いがあるよね。だから皆さんのは、召喚術って言ったのは、所詮データ収集と、それによる効果の管理に過ぎないでしょ。で、結局、それはその結果欲しがるわけで、結果は光。ね、光は、過去。で、その過去には、まあ自分の過去もあるでしょうけど、他人の過去を分析してる。だから今のケース特にね、自分の、純粋な自分の過去じゃないでしょ。他人との関係における過去を分析してるわけだから、当然表示されるね、皆さんは。で、当然、召喚術と気づかずに、こう、技の効果だけを狙ってしまうと、それが召喚術だっても気づかないでしょ。召喚術のケースのこともあるし、実は、それがどん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 、その対戦がどん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 続けば続くほど、召喚力が増えていくってわかるかな。なんでかって効果を求めちゃうから、効果を求めたら、それを呼ぶっていうの。天の家の先生みたいな。で、どん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 呼んじゃう。勝ちたいから呼んじゃうとか。三国志演技の董卓みたいな。来ちゃうよね、それ読んだら。董卓は呂布を連れてきちゃうよね。そういった話になってるからね。で、それはうちの体には起きないよ。皆さんの体に起きるよね。途中でなんか、呂布でも雇ってやっつけろとか、そんな命令やったら、思うつぼやね。ああ、オッケー、受け負ったって。うちの有力な武将が、おう、受け負った。うちの周りで待ってるかもしれんの。ああ、あいつか。なるほどな。気をつけるようにね。わかるでしょ？わかりやすいでしょ？